はい、今日はこれからおでんを作りたいと思います。いろいろな材料がありますので、おでんを作って、これどうしようかな。これなんかで使っちゃおうかな。煮てもあんま美味しくない。炒めちゃおうかな。おでんの中にね、この大根の葉っぱ入れたり、いろんなもの入れたりしましょう。これで例の、包めちゃいますよね。で、椎茸とかなんかあるから、この辺のやつなんかも入れたりして、うちのおでんはあれだよね、キノコいっぱい入れるんだよね。なんかキノコ汁みたいなおでんになりますよ。そこそこ美味しいよ。うん、なかなか美味しいよ。ネギなんか入れちゃったりしたらね、これね、みんな煮ちゃいましょう。あんまり大していっぱいは作りません。もうめんどくさいんで。もうまゆちゃんうるさいよ。里芋がね、めちゃくちゃこの間からうまいんで、里芋入りおでんっていうことでね。珍しいっていうか、珍しくないっていうか、ようわからんっていうか、なんていうか。はい。それでは、おでんをやりましょうかね。どうしようかな。デカ鍋でやった方がいいかな。まず、ちっこい鍋で下茹でしましょうかね。ちっこい鍋、ちっこい鍋、ちっこい鍋ね。まずこれですね、ちっこい鍋ね。おでんの時には、まずは、大根の下茹でが一番最初になりますし、一番時間かかりますんでね。大根の下茹で、始めないといかんでーす。大根小さいとね、あんまりおでんっぽくないから、大きく作っちゃったりします。まーちゃん、うるさいよ。面取りしようか。こうやって面取りできるんだよね。これ便利ですよ。ピュッピュッピュッって切っちゃうとね、面取りできますからね。簡単でしょ、簡単でしょ、簡単でしょ。これは俺発明なんだよその発明って。やるんだったら金よこしてね。何言ってんだよバカバカっちゃバカっていう人、本当は自分がバカなんだよ。ね、こんな感じで大根のこれ、この端っこはね、もったいないからね、これサラダに入れて食べちゃいますよね。そうするとベリーグッドですね。大根の下茹でをしながらおでんの時はあれですよね。本当は全部きれいに取らなきゃいけないんだけど、めんどくさいから取りません。これでいいです。で、これは後でね、サラダに入れて食べる。ね、赤カブがあるんで、カブを刻んでサラダにしますし。そういうことですな。もうちょっと工夫が。じゃないね。などと言いながら、こうやってるうちに、もう時間が経って、お湯が沸いてきません。あ、いけねえ。卵入れるの忘れた。まあいいや。ゆで卵がないこともあるからね。本日は品切れでございます。おおじさん、タコを作ってんだけどな。本日は品切れでございます。タコ美味しいんだよね。あれ高いんだよね、本当に。もうタコって感じですよね。お、なんか、あとこんにゃく忘れてましたよ。下で作ったこんにゃく。おお、おお、巻き込む。エビだ。エビ入れちゃおうかな。エビ入れると美味しそうだね。なんか今、食材の補給が来ましたんで、エビが来ました。今日はエビ入れちゃいましょう。このエビね、すごいね。こんなにいっぱいあるね。全部やるとどうなるかね。これやっぱほら、3割引きです。やるい。3割引き。まあみんな処理しなきゃなんだね、これは。何しようかな、何しようかな、何しようかな、何しようかな。このまんまやっても美味しそうだな。このまんまバーッと揚げてもね、とんでもなくうまいかもしれないね。まずちょっとこうやって、海から来たんで、はい、じゃああなたは塩の中入って、海を思い出してくださいねって感じですな。うん。で、大根の下茹でが進んでおります間に、こんにゃくの方も下茹でをしないと。
ガンナガラガラとここにこれ入れないとダメだよね。ガンナガラガラ、ガンナガラガラ、ガンナガラガラ。よいしょ。こんにゃくはね、手で食べるのが美味しいからね、よく言いますよね。おでんの時はそうでもないのかもしれないけど、煮込む時はね、手でちぎってよく言いますよね。まあ、あんまり、どっちでもいいんで。この黒のなんだろうね。いつも不思議に思います。食えるから毒じゃないよね。砂じゃないよな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。エビは頭取って、それかどうしようかな。ちょっとややこしいね。これはガンガンガンだからね。焼いてもいいけどね。まずは、巾着に入れないといけないと思いますよね。10匹は巾着に入れるんだろうな。これもね、里芋くんね、これも切っておきましょう。取っておきましょう、皮をね。里芋も皮むきでやります。あんまり得意じゃないですよ、もう皮むくの。ごしゃけなんですよ。もういい、そずりさんの食わない方言ですね。あ、今皮が落ちましたら、まゆちゃんが食べようとしております。まゆー、里芋の皮美味しくないよ。お、これなんか面白い形ですね、これね。このもの美味しそうだね。あの、誰だったかな、ほんと、里芋みんながなんだか芋をこう、里芋じゃないかな、くわいかな、土ごと炙って焼くのがうまいみたいなことを書かれてるのがあって、ああ、それ食いたいなと思ったんですけどね。今度やってみましょうかね、里芋ね、皮ごとね、オーブンでバーって焼いて、ホクホクってなるらしいですよ。うん、うまそうだね、里芋くんね。抜いてね、まあちょっと置いといて大丈夫、いるのかな。どうなんだろうね。お、ガタガタじゃなくてグラグラっとね。お、逃げるな。ほい、ほい、逃げるな。こう洗ったところがいいよね、皮が残ってるね。私は切りましたね。さすがにこれは自分で当たったら嫌なんだよね。よし、里芋は煮えますので、ね、焼きますんで、次は巾着作りですな。よいしょ。はい、巾着作りましょうか。あてーなー、出ましてーだ。はい、よいしょ。まずは水に放り込んで、お、なんか電話が来ました。はい、斉藤です。あ、どうもどうも、こんにちは。なこうたびごどうもご出所様でございました。いえいえ、はい、うん、明日、はい、うん、うん、私出ませんで、はい、よろしくお願いします。明日、あの、お茶の方だけ出させていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあどうも、はい、ありがとうございます、失礼します。ややこしいね、めんどくさいね。ほい、はい、どうしてかっていうのね、3つは半分切ると6つ、3つを半分切れば6つで、ちょっと大きめのやつの方がね、面白みがありますからね。
ね。おでん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 。よいしょ。よいしょ。これね。よいしょ。うん。よいしょ。どこしょの。ね。その次はどん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 進めないと間に合わないよ。何が間に合わないんだかよくわかんないよ。まあいいでしょうね。これね。ひき肉。これね、10等分ですから。よいしょ。ね、これ入れて。よいしょ。これはおでんの中ですけども、ちゃんとネギをざっと刻んでいかないといけないな。ネギをざっと刻んで、ざっと。ネギをざっと刻んで入れよう。あれですよね。こっちのひき肉の時は、豚じゃなくてね、こっち、豚は、まあ何でもあれだけど、何でもあれだけど、ちょっと変だけど。鶏の場合はネギ欲しいですよね。ザクザクっていうね、感じね、ザクザクっていうね。焼き鳥なんかでもやっぱネギが入って、こう一緒に焼かれると、来た来たって感じしますよね。どこに来た。でも焼き鳥ほど、あれじゃない、出来の良し悪しが分かれるものはございませんよね。本当に大変だ、で、リビさんがね、こういますから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 キロね。これすごく安かったからね、嬉しいよね。これを取りながら小さいのを入れていくか。これはまた楽しいんだよね、エビの。頭取って皮むいて、これね、これをひき肉の中に入れてくるんじゃうんですね。そうするとね、旨味がね、わっとそのひき肉の巾着の中に溜まりますからね。溜まりませんぜ。頭は取るだろうな。これ食ってもうめえかな。やってみようかな。ね、なんかもったいないよね、これね。頭食う人ってどのぐらいいるんだろう。唐揚げがいいだろうね。あ、もうなんか、あっちがいいみたいだ。こんにゃくがね、今、ね、入れるのがいいので。先行して煮てますからね。他のものに比べてやっぱり煮えるのに時間がかかるから。あ、なんか頭どうやって食おうかな。いいや、食わなくてもいいよね。すごいね、このエビ。みんなこう取れちゃった。ちょっと怒られるから。新潟といえばね、甘エビ。富山かな、甘エビって。あれも美味しいですけどね。作るの大変だよね。死ぬほど大変だよね、作るの。死ぬほどなんて言っちゃダメだよね。死ぬわけじゃない。めちゃくちゃめんどくさいという意味ですけどね。もういいや、捨てよう。わけわかんなくなってくる。
たね。今日このエビは嬉しいね。それでね、エビはね、おでんどんなんて言ってもね、縮まってね、もうあの消しゴムみたいに小さくなっちゃうから、絶対これあのひき肉と混ぜて、なんていうの、巾着、これは絶対おすすめね。いっちゃいますよこれ。うん、これみんなこれでいいことでしょ。はい、もうこれ捨てちゃう、めんどくさいから。また今度ね、またこれ手に入るんでしょう。どうしようかな、このまんま大きいまんまで入れるのもいいよね。ちょっと刻んで入れちゃいましょうかね。よいしょ、こんな感じね。エビとキンプ、これこうやって混ぜていきましょう。エビシンク団子だね。このまま煮てもうめえんだけど、アクが出るから、アクはフレッシュまたそんなこと言ってる。なんで1、2、3、4、5、6、いいね、ちょうどいいね、このぐらいでね。よいしょ、これは巾着はこれ一回水に浸してギュッてやって出すと、もうここで分かれますからね。こういう感じでね、だいたいこんなもんだなっていうところで、あ、牛肉も入れると美味しいよね。ちょっとあったけど、まあいいや、あんまり贅沢言わないことにしましょう。こんな感じね、こんな感じ、よし。で、蓋はね、閉めない方がいい。後で調整することがあるからね。2個ね、これ2個目。あ、いけね、塩でも忘れてた。米だね。結構安いあの巾着でいいんでね。これ10個作るでしょ。それで大体1個が2個食えばもう十分だから。そうするともう4人家族で8個か9個だから、8個ぐらいだから、またしばらく持ちますよね。で、入れるときにはこういうふうな感じでね。もうちょっとアップで移そうか。まあですよね、多めにパンパンに入れて足りなくなるよりもちょっと少なめに入れて後で足した方がいいですね。おお、最後の包丁ってエビばっかだぞ。これ当たりだね、当たりー。どん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 、なんだそのどん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 は。なんかしらどん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 っていうよね、当たるとね。あ、ガラン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 か。最初の方のやつエビあんま入ってなかったかもしれないね。こんなエビが入っちゃうと、なんかこうやって見るとこれうまそうだろ。うまそうでしょね。あ、
ちょっとキノコの中に入れる空間があるね、まだね。どうしようか。じゃあちょっとキノコ入れようか。キノコを刻んでやろうか。6つに刻んでありましたけれども、もうちょっと細かく刻んで入れちゃうことにしましょう。よいしょ。よいしょ。混ぜ込まないで上に乗る感じで入れちゃいましょうね、せっかくなんでね。でね、入れるときはね、一回これ水でギュッと絞らないとね、中に空気残ってるから、水でこうギュッと絞ってやってね、絞ってやったやつを入れてね、こういうね、これ美味しそうだね。こうやっていってやって締めたわけだ。何でやろうかな。デカ鍋もいいんだけどね、今日はそんなに量が多くないから、デカ鍋だな、やっぱな。もうなんか大根随分にね、最初もちょっといっぱい入れすぎちゃってね。うまいぞ、きっと。エビがたっぷり入ってるからね。どうしてくれようか。もうこれでいいかな。ズモさんもこれ。よし、じゃあちょっとデカ鍋を取っていきましょう。はい、来ました、デカ鍋。デカ鍋が来たんで、はい、デカ鍋の中に詰まっていきます。これでね、詰まってまいります、詰まってまいります。はい、詰めて詰めて、はい、詰めて詰めて、はい、詰めて詰めてください。おー、美味しそうに詰まりましたね。はい、次は里芋くん、どうぞ。里芋さん入りましたね。里芋さん入りました。で、これが、昨日からやってた筋肉のだし汁ですね。こうやって油は取っちゃいますね。筋肉をね、だしで取りましたんでね。ここにあとは何だっけ、うん、大根が入るんだな。で、大根がずっとこうやってね、ひたひたと煮えております。で、この人たちはもういいかなっていうので、ちょっと入ります。
ね、これほら、すじ肉に昆布、大根だろう。大根は今、熱々でね、入ってきて出てきましたから、このまま入っちゃいましょう。はい、それでここでどんだ。ね、うまそうになりますね、これは。水を入れて、里芋が煮えたところで、ね、終わりっていう感じになりますかね。このあの、この人たちは全員きれいな感じに入れてくださいますと、熱くなるまでは放り込んでいかないとね。熱くなりだしたら今度は弱火ですね。巾着は上がりたがるんで、いつものように巾着を落とし蓋で、まあちょうどいいような重しを上げといてあげましょう、ね、それでもうちょっと煮えたところで、いいですね、これは、うん、これ入れるの忘れてたな、膝から下がると落ちるんだね。入れましょうか、ひらたけをね、ちょっとだけでいいんだよね。ひらたけをこの下あたりに入れるとか、はい、はい。それで味はあのまたおでんの素をちょっと入れますけれども、基本的にはもうこれで十分美味しい味になります。おでんとね、つみれとかなんかあのちくわとか入れるも思うけど、僕はおでんの素を使ってこれを食べるのがおでんだと思ってるんでね。うまいよ、これは。ほんとにコト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 煮えて。これから30分、40分で煮込めた。あっと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 。人参入れるの忘れてた。人参も切りました。ここら辺に入れとく。入って入って。はい、詰めて詰めて。どうしよう。そしたら次、あーいけない、これも入れるの忘れてた。大根だったね。このあの大根についてきた大根だったね。こうやって下入れをしておきます。んで、まあ親と一緒に葉も煮えなさいよって感じですかね。ほら、重いのね、入れる場所ねえじゃん。はい、詰めて詰めて、はい、入ってくれて、はい、入ってくださいね。これもいいですね。はい、入りました。大根中さん、こうやってとか見えなかったかな。大根中、ここは入りましたね。大根中ね、見えますね。大根中、うめえよ、このおでんはうめえよ。ちょっと刺身を切って、あ、砂肝を食おうと思ってたんだ。砂肝。あ、いけねえ。豆腐入れるのがそうだ。いや、豆腐入れない。もう場所ないから。後から忘れ物が見つかりますね。世の中ってのは不思議だ。不思議じゃねえよ。俺が不思議なだけだよ。よいしょ。はい、じゃあこれはちょっとしっこりといきましょうね。それで、つなぎもね、これ唐揚げにしようかと思って、また揚げるの、唐揚げに。なんか唐揚げ作ってばっかりね、あんたは。怒られそうですよね。揚げ物だけね、あなた、あんたにこれって揚げ物だけなんですか。どこのおばちゃんだよ。いいんだよ、うめえんだから。つなぎもね、いろんな食べ方があるっていうか、まだ決定打が出てないんでね。揚げ物はあんましたことないかな。
これはね、タイ一番この辺で単価の安いタイなんですけど、まあ、みんな美味しいよね、魚はね。親父用だ。親父が食うんです。僕はあんま食べません。もったいない。食べちゃおうっと。よいしょ。だね。お、なんかいい音が、コトコト音がしますね。お、ほら、逃げてきましたぞ、コトコトと。もう弱火ね。こっからもう強くしちゃダメ。弱火。これだけ鍋が大きいと、あったかくなる温度が逃げるのと、加熱がちょうど平行が保てるぐらいのね、温度がありますからね。うん、じゃあ、ね、これはもうほら、もう、終わってるからね。さっき別の話した。縁起悪い。そんなことねえよ。昔から箸なんてね。これはね、醤油と筋肉だけで、圧力鍋でゴンってやってるから、ゴン。うん。筋の味が美味しい。今日はちょっとあれだね、この出汁を味わううどんってのがあるんで、この出汁を取ってみましょうかね。少しね、関西は美味しいものが多いよね。そんなことね、日本中どこでも美味しいものがあるんだ。やっぱ関西からやめてね。そんなことあるわけないだろうが。何やつ俺。なんかね、俺の料理が一番うめえよ。こういう顆粒だしってなんか意味嫌う人がいるけど、よっぽどうまいよ、こうやって食う方がね。ああ、なるほどね。ちょっと薄めの出汁の味が出ますよね。上品だ。じゃあ上品出汁についでに塩出汁の素を使おうか。これ入れすぎるとものすごいひどい味になるから気をつけないとダメですよね。まあ、何でもそうだね。何でも入れすぎたらダメだよね。
温度がね、あんまり高く上がらないようにしてずっと見ましょう。もうちょっとなんかこういう水の量が多くてもいいかな。もうちょっとコトコト言わせましょうか。はい、じゃあすなぎもの方に入りましょうか。すなぎもすなぎもすなぎもちゃん、この間からどうやって食ってたか覚えてないんだよね。でもちょっと今日は数少ないですね。すなぎもってニラでやったりするのも美味しいよね。真ん中に切れ目を入れちゃって、昔これ何個も切れ目入れてましたよね。真ん中一回にしました、さっきは。で、こうやってね、切ってますよね。コトコトいってます。こっちで釣ってておいて、はい、次は小麦粉です。よし、ね、ほう、ごとごと煮えてきましたよ。ちょっとそこのゴトゴト君、止まりたまえ、止まりたまえ、はい、弱火になりたまえ、はい、弱火になって、弱火になって、あ、いかん、ゆで卵を忘れた、さっきも言ってたよ。はい、失礼しました。はぁ、美味しいわ。やっぱ巾着から味が微妙に抜け出してきてるところが美味しいね。これはいいよ。はい、そしたら天ぷら揚げちゃいましょうか。唐揚げ粉にしちゃえ。はい、世界中の人に嫌われてます、ドロドロの油がここに入ってまいります。ドロドロの油の中の旨味が美味しい唐揚げです。これはね、後で取ります。さすがに、ドロドロの油が、あ、なんか今あれジャンみたいになったね。ジャーン。あー、もうこれだけで早く食いたい。よし、ピッてやりましたからね。あっちもおでんも今一生懸命に入れたい切っておりますね。この隙にお片付けですな。あと片付け、だ、へいや、へいや、へいや、まゆー、まゆー、まゆハウス、ほら、ハウス、あれね、ハウス、ほら、おじいさんが出たハウス、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 はい、ハウス、いい子だね。もう夕食の用意なので、まゆちゃんハウスですね。これも鳥食べなきゃいけないから入れちゃいましょう。温まっておいしいぜ。はい、肩まで使って、肩まで使って、
もうちょっと強くてもいいかね、火はね。これとにかく筋肉のね、圧力鍋で煮た美味しさが出てくるんで。里芋と人参がね、煮えないとダメですよね、さすがに。まだまだでしょ、人参は。あ、でももういい。あ、まだだな。もうちょっと煮よう。水入れる。はい、じゃあこの鍋の分の水が煮えたらちょうどいいってことしましょう。多分その分でちょうどいいでしょう。鍋が温まったのはそっち置いて、これですね。こっちを片付けよ。よし、片付け入ります。そしたらなるべく洗剤を使わない方がいいですよね、片付けの方がね。そうしないとせっかく作ったのに入っちゃったあんまりいい気もしないですからね。せっかくなんでこっちの後片付けね。朝のビデオでも撮りましたけれども、朝だよ、本当に。まだ12時間経ってないよ。しかも5時半ぐらいからこれ料理作ってるよね。土曜の朝の5時半から料理作って、何やってんのお前。それもビデオに撮って YouTube アップして、面白いね。あんまりアラームはないけどね、ちょっと時間がありますから、時間のある時間でやるのが一番いいですね。もうそろそろですかね。よいしょよいしょ。見えてきましたね、グツグツと。あんまグツグツっちゃうんですね、気をつけないとね。よいしょ、ね、こうやってこうやってこうやって、こうやって、ここがね、破れるからね、それだけ気をつけてくださいね。はい、このゴミ袋ね、これは12号というサイズだとちょうどいいんですよね、このゴミ袋ね。まあ、要するにこれ新聞はどうせ水をみんなすっかりはできないんで、ああしまった、ちょっと小さい。緊急事態発生、緊急事態発生、なんですかね、これは。ちょっと小さいお袋が、こういうことがねたまにあるんですよね。そうすると緊急事態なんですよ。こう水がどん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 新聞紙を弱めていってるし、それに今おでんが煮立ってきてるから、こっちが緊急事態上だ。はい、食べました温度。大丈夫ねんだよね、こんなもんね。たかだか生ゴミだよ。こうやってあげると、今日ゴミ捨てたばかりですから3日間は生ゴミ屋さんに来れたからね、こうやって取っていきましょう。お、こっちもいいようですね。こんな本の下側に、はい、ではこっち行きましょうか。あ、竜田揚げにすればよかったね、これね、こうやってね、こうやって、はい、こう揚げちゃって、はい、これでね、2回の方です。で、おでんの方と共に頑張る2人組。巾着なんかもう下げたよね。
昆布はね、ちょっと今日はあんまり濃くないです。この間から残ってたら全部使っちゃいました。これね、あ、こんにゃくもうまそうだね。あ、食うか。味見という名目で食い始めるか。ビールも味見したいよね。うん、美味しい。もうちょっと買ってみるね。うん、牛乳はもうちょっと温めてみましょう。これが熱い。里芋ですね。ダメだ、里芋まだ硬い。いや、ちょうどいいかな。もうちょいだな。ちょっともういいかな。もうちょっと待とう。どうせまだ時間もあるね。もうちょっと強めにしてね。はい、こちらですね。もういいかな。砂肝揚げですね。砂肝揚げ、砂肝揚げね。さてと、おお、まだですね。中の血が出てるわ。こちらもね、あ、ボコボコが治った頃だと思うんですよね。はいはい、あとは15分ぐらいしたらみんな出来上がりですな。ということで、これから15分後、5時ですね、5時ぐらいに食べ出せるぐらいの料理で、進みたいかな。ね、こっちはまだちょっと残ってますけどね。ということで、今日は土曜日ですけれども、まだまだ仕事残っております。じゃあ今日も、いい一日でしたでしょうか。